はい、北斗杯ってことで見ていきましょう。秘密結社フェガム総帥8位でございます。こちら、紋別のですね、最終競争12レース、H3 のダート 1600m 3歳戦ってことで、まあ、3歳1冠目ですね、このレースも。まあ、北海道競馬も再開間もないとはいえね、もういきなり3歳3冠の最初のレースが始まるってことで、これでいきたいと思います。まあ、軸は4番、ベルピット。まあ、交流重賞2着 JBC 2歳優勝、まあ、構想してますし、休み明け解消、まあ、1つ叩いてね、ここはまあ勝負付け済んでるのかなというようなメンバーのように見えております。まあ、そして1番のシーサーペント、まあ、6月に勝ち上がって、まあ、2戦目でね、勝ち上がって以来の前走、まあ、ベルピットから離された3着ではあったんですが、まあ、一番久々だっただけにね、叩かれての一つ上昇っていうのは一番大きいのかな、逆転までワンチャンないかな、まあ、2.5 秒厳しいかというような感じでね、まあ、紐には入れておきたいと思います。まあ、そして5番プルタオルネ、まあ、船橋でね、重賞勝ってますからね、 G1 では大敗してますが、まあ、こっち戻ってきて仕上がりがどこまでかというところかなというふうには思います。そして6番エアポートライナー、まあ、多い移籍も勝ちきれず、まあ、前走ね、復帰戦2着検討ってことで、まあ、今回鞍上強化をして、まあ、ここもね、期待をしていきたいと思います。まあ、そして8番西健ボブ、まあ、全日本2歳優秀7着っていうのは、まあ、メンバー構成考えたら検討かなというところ。まあ、その後ね、園田でね、まあ、キック推奨含めて3着3着と勝ちきれずに、まあ、ベラジオ、園田、ラブ、との勝負付けも済んでしまったということで、まあ、戻ってきた感じですかね。まあ、そんなわけで、まあ、今回は、まあ、こういった形でね、まあ、メインチャンネル、フェガム TV の方で、重賞 G1 京都新聞杯、NHK マイルカップ予想が上がりますので、そちらも含めて、まあ、それぞれチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。